もしろさんポケットから出てんじゃないですか。すいません。ポケットに入っちゃってんじゃないですか、ちょっとね、万引きしちゃいました。万引きしてないですよ。ですね、今日はですね、正月ね、あと餅食い切れなかった人多いと思うんですよ。ね、確かに。それこれ、買ったの自分たち、全然正月じゃないですけどね。全然後っすけどね、買ったの。こんな待ってるから。かといって、コンテストは夏場までないよ、みたいな。はいはいはい、ね。シーズンじゃないですからね。シーズンじゃない人は、これ今日食いましょうよって言ってます。はい。餅を食おうのコーナーを餅食う、いいですね、はい、やっぱりね、せっかくね、買ったのガスコンロでね、はい、焼いて、まあポタポタ焼きながら、いいっすね、いいっすね、3種類の味を用意してます、今日は3種類、はい、みたらし、はい、と、きなこ、きなこ、はい、と、磯辺、磯辺、あー、いいっすねっていうところですよね、やっぱりね、はい、うん、だからやっぱりその我々世代は、なんか電子レンジチンしてね食べるみたいな、はい、あるんですけど、やっぱりね、じっくりやったらうまいんで、はい、やってみようと思います、久々にね。そうですね、うん、はい、じゃあ、トークですよね、これトークです、そうです、はい、じゃあ、いいですか、もちおじさんなんで、はい、多分なんですけど、この大きさだと3つぐらいずつだと思うんですよね。あー、そう、うん、そう、ポンと置いてね、多分。いや、寒いっすね、今日も。寒いよ、めちゃくちゃ寒くないですか。忘れてたよ。何がですか。今が冬だということ。今冬ですよ、完全に。ダイレクトに、おー、なんか動いた、動かしちゃった。爆風で今ね、爆風で飛ぶんで、ね、気をつけてください、うん、こんなもんでしょ、多分ね。そうですね、うん、これでまあポタポタ焼くんですけど、ポタポタってなんかさっきからポタポタってなんか言うんですよね。ポタポタ焼きとか言いますよね。そうそう、ゆっくり焼くことをポタポタって言って、ポタポタ、これやってる間に、はい、みたらし作っていいですか。あー、いいですよ、うん、俺はもうリンゴジュースと醤油なんで、基本みたらしはプリンでもなってますからね、それね。で、砂糖醤油みたいな感じですよね。やっぱお餅といったら砂糖醤油じゃありますから ね、 かね、関東は特に、うん、まあ、なんでもいいんですけどね。なんすか、なんでもいいっす。甘ければね。甘ければね、うん、まあ、リンゴジュースが俺結構好きなん で、はい、で結構しょっぱくしちゃいましょう、今日は。ほんとこれね、多分3分の1になるぐらいまで煮詰めないと甘さが出てこないんで、ちょっとまあこれは放置ですね。放置、はい、はい、餅はね、とにかく、あ、もういいよ、してんぞ、なんか、あ、え、焦げてません、もう臭いね、早いね、焦げんのもっとポタポタなんだね、ポタポタもっとポタポタなんだね、またなっちゃうから、全然もっとポタポタっすよ。キーホーキーになるから気をつけないと。話した方がいいのかな、こうやって。ちょっと焦げてる匂いしますもん ね、 ね、まあ、いい匂いというか、すごいね、これ四角形の方がいいのかな。じゃあもう一匹いきますか。いやーこれあれだな、やっぱこうだな。こうすか。うん、やっぱりこうだよ。もっと弱火だよ。ポタポタなんだよ、激弱で。うん、ここら辺どうするんですか。きなことかは、きなこは一回お湯につけて、それできな粉にまぶすんですよ、基本的に。砂糖がないから今回。え、砂糖入れないですか。砂糖を入れる、入れようか、ちょっとね、サブなんで。塩と砂糖をちょっと入れるといいみたいです、うん、きな粉は。ああ、そうですか。そうそうそう。磯辺焼きに関しては醤油と海苔だけですか。醤油と海苔だけで今日は行こうかなと思いますね。はい、うん、いいっすね。でね、なんかトロトロ焼くのがいいみたいで。そこポタポタじゃないですか。トロトロストーブがあったんですよ、昔。はい、おばあちゃん家に。おばあちゃん家ね。おばあちゃん家には必ず餅が乗ってましたね。マジっすか。確かに、うん、確かに乗ってた。そんな、じゃあ頻繁に食べてたってことですか。ああ、頻繁にというか、やっぱおばあちゃん家に行くタイミングっていうのがやっぱりなんか節目なんだよね。はい、うん、でなんか正月とか行けばまあ乗ってる。あ、寒い時乗ってたりとか、夜間が乗ってたりとか。どこのおばあちゃんですか。どこのおばあちゃんって。僕のおばあちゃんですよ。いやいやいや、蓮田。蓮田です。ああ、そうなんですか。割と、まあ、新潟出身のおばあちゃんだったんで、はい、餅はやっぱり食うでしょうね。あ、でもそ、あの、教えてくださいよ、シャイニー家系図教えてくださいよ。シャイニー家系図。いや、あの、栗橋ってハズダとはまた違うんですか。そうですね、あの、もともと僕の両親どっちもハズダなんですよ。え、ハズダ、2人ともハズダなんですか。そう、それで、まあ、地元は小中一緒みたいな。マジっすか。状態。あ、じゃあ幼馴染で結婚されたんですか。そうだね、そういう状態で。状態ハズダの人なんですよ、だから。あ、そうなんですか。で、母方はマジでハズダの人間です。
もう多分先祖代々ハスダです。ザハスダっ子。ザハスダっ子ですね。はい、あの母親の方は。で父親の方は王子。王子？うん。王子からハスダに来てる状態です。王子ってあの東京北区の方ってことですよね。そうです。赤羽とかの方ですよね。そう。はい、そっちでその前はちょっとこう書いてないというか。ミッシングリンクなんですよね、そこそこ。ああ、そうですか。はい。で、そこから、まあ、ハスダに来た時に、まあ、出会った、みたいな。ウルルン滞在期、懐かしいですね。で、その後、なんかやっぱり、その、教員なんで、お金がないからっつって、はい、団地に来て。あ、教員なんですか？教員ですね。お二方とも？いや、父親の方が。ああ、そうなんですか。はい、で、クリアしに団地をこう、探して。だ結果栗橋になったみたいな。栗橋ってハスダよりちょっと遠いんですか？めちゃめちゃ遠いです。ハスダから車でさらに30分かかるんですけど、父親の職場が大宮だったんで、はい、1時間以上かけてなぜか通勤してたんですよ。自分あの栗橋栗橋ってハスダと一緒だと思ってたんですよ。ああ栗橋は栗橋であるんだよね。またね、南栗橋とかありますもんね。そう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 、言いますよね。で結構さらにハスダよりももっと下ったところになりますね。で、まあ、自分はそこで、まあ、まあ育ったわけなんですけど。いつまでですか？小2までですね、確か。そうなんだ、うん、あそれが団地だったんですね。そうです、はい、そこでまあいろんな何だろう、聖域に目覚めてそれで小2で団地の早い、早くないですか？そうですね、まあ、いろんなね人が出入りするんで、はい、あのそれこそあの何だっけ、あのボールペン作る仕事とかね、家族でやってたりとか、内職みたいな、内職みんなでやってたりとか、なんか近くに教会があったりとか、へえ、あの団地の一つのコミュニティじゃないけど、一つのもう村ができてるみたいなイメージですか？村ですね。あ、うん、だから大丈夫ですか？あ、大丈夫大丈夫、はい、村だけにまあムラムラしちゃって、ね、村だけにねムラムラしちゃってね、うん、まあでもいろんな出会いがあってそこで、はい、でも引っ越すことになったんですよ。結局遠すぎると、はい、うん、父親大宮なんで、はい、で蓮田の実家の隣にまあ家を建てた。お母様の、お父様のですか？父親の方ですね。そうなんですね。だからうちのおじいちゃんが、はい、要するに国鉄で働いてたの昔。ああ、じゃあエリートというかね、なんかね、はい、でそれで一軒家買えたんですよね、ハスダに。うーん、かなりいいところにね、はい、だからうーん、一応ハスダで言ったら今そうですね、だからひいばあちゃんもまだいたんで、ひいばあちゃんがやっぱ 1世代目なんですよね。はい、2世代目じいちゃん、3世代目父親で、うちの兄貴は4世代目になります。ハスダに来て4世代目です。へえ、はい、そうなんですね。そうなんです。ハスダ出身なんだか、お父さんお母さんっていうのは、うん、でお母さんの方がやっぱすごいですね、結構。あ、お母さんの家系は結構すごい、ハスダで。じゃあもうハスダの地主さんみたいなことだったんですかね。地主とまでは言えないけど、はい、まあ主ぐらいですかね。主って、地主とまではいかないですよ事業はないですか、うん、でももう本当長いと思います。なんかいろんな人に会わせてもらって、なんか燃えてますね、餅。餅が燃えてますね。そんな感じですよ。そうなんですね。それは自分も知らなかったですよ。自分もだから、うん、もっと聞いとかなきゃいけないですよね、死ぬ前に。あ、でも、すげえルーツをたどると、みんな血つながってるらしいです。いや、その、くだらないトリビアみたいな。しょうもない、うん、まあ、みんな知ってます。何世代もたどればね、何世代もたどればびっくりすることに、はい、そうだけどやっぱそういうの残ってないですからね。100年前の5代前のね、うん、要は先祖さんってどういう人だったんだろうって思うの自然ですよね、人間。そうなんだよ、うん、でうちのおじいちゃんの、要するおじいちゃんはお侍ですから。侍さんですか？そう、うん、ってことは結構近いんですよね、はいはいはい、あっという間なんですよ、はい、あっという間にスマホができちゃったんです。そうですね、言ってみたらね、だからこれはもうどうなるかっていうことですね。じゃあそろそろちょっとこっちの方ね。おお、見てください皆さん。お、寝詰まってる。なんかこんなもんっすよ。はい。うん、こんなもんで、でこれ餅をつけてくれば、みたらしですね。はい。ちょっと冷ましてね、ちょっともうちょい水分飛ばしましょうか。はい。すごい時間かかるんだね、餅ってね。時間かかる。電子レンジだと2分でもう結構プルクーなるけどね。はい。ついちゃってるじゃないですか。ちょっと塗ろうかなと思って。あ、なるほどなるほど。どう、なんかこういうの やった覚えある？やりました、やりました。やりましたけどこれではやってないですね。うん、俺もやったことないよ、これでは。何やったんだろう。オーブンじゃない、オーブン、オーブンだ、オーブントースターだ、うん、そうだ、オーブントースターは結構割といいですよ、はい、あとはまあここで何やってたかな、
洗濯物干してましたね、ばあちゃんが。え、どういうことですか。だから危ないと思うんだけど、ストーブの上になんか干してました。ああ、乾かすために見たことですかね。ベージュの下着を見たくもないやつそれは見たくはないでしょうね、確かに危ないですね、それはね。燃えちゃいますからね。燃えちゃうから問題良くないんだけど、うん、新潟の人だからね、その、おばあちゃんね。あ、おばあちゃんが、おばあちゃんは新潟からなんか東京に来た時におじいちゃんと出会った話です。出会った、それが王子ですか。あ、なんか王子なのかな、どこで出会ったかちょっと怖くて聞けなかった。なんで怖いんですか。何ですか怖いって。なんかね、聞いちゃいけないような、なんかすげえ、うん、ハレンチな出会い方してるかもしれないじゃん、もしかしたらまあそうですね、詳しく聞くとね。でもなんかじいちゃんの昔の写真見たら、はい、まんな昔なのに前髪だけ染めてんだよね。マジですか。うん、国鉄のくせに、はい、へえ、うん、何年くらい前ですか。5、60年前ってことですか。ね、今健在であれば80後半ぐらいかな。確か細木和子みたいな染め方ですか。細木和子さんぐらいの年的に。いや、じゃないですか、あの前髪の星野仙一とか。ええー、どっちか、このシュッシュッシュッって感じで染めてたってことですか。なんかこうシュッってやってて。ああ、そういう感じなんだ。俺が出会った頃はもうハゲてたから、はい、だいぶふさふさだったね、その時は。へえ、かっこいいなと思ったね、じいちゃん。なかなかね、その若い、その昔の人でね、髪染める人いなかったでしょうからね。いなかったろうね、うん、だから結構チャラかったかもしれない、もしかしたら。うん、おお、晴れてきた晴れてきた。だからスマイルのルーツ的にはもうほぼ東京で収まってる感じ。いや、それが4世代前ぐらい、そんな世代前分かんなくて。分かんないの。あの、要はですね、うちの両親は父親が浅草で、はい、母親がまあ深川っていう、まあ、今でいう清澄白河とか、なんでも超ど江戸っ子っていう、超江戸っ子、シャキシャキの江戸っ子なんですけど、結構その母親のルーツだと、おじいちゃんはなんか養子さんだったとか、そういうのがあったみたいで。ああ、そっからじゃ途切れちゃってるわけだ。そうです、そうです、うん、はい、あの、まあ、細かく言えば分かると思うんですけど、そういうのがあったみたいなんで、そうですね、うちも深くは分からないですよね。知りたいですけどね。知りたいね、はい、うん、そういうのなんか他人の家のことでもそれを知りたいわ。うん、そうですね、そんなルーツあったのみたいな、はい、ことがあるかもしれないからね。そうですね。で、なんかおじいちゃんはもう両国、今自分両国幼稚園に通ってたんですけど、はいはいはい、ピーピー言ってます、出るね、言ってます、ね、両国幼稚園の横に住んでたのかな。へえ、はい、昔、あのクソでかい寺みたいなとこでしょ。あ、それエコーインって言って、両国幼稚園からちょっと離れたところにあるんですけど、まあでもあの辺一帯ですよね。で、あの辺一帯結構あの、何時でしたっけ、忠臣蔵とかの舞台になった。あ、そうなんだ。はい。今でもその跡地になってるんですけど、うん、あそこもすごく歴史があって、要は、いわくつきの場所ではあるんですよ。ああ、そうなんだ。はい。それはあれですね。あと、まあ戦争とかあってね、もしかしたらいろいろあったのかもしれない。そうそうそう、東京大空襲とかもあの辺結構ひどかったんで、はい、住みたくなったり。なんかそれやっぱ経験したらしいですよ。あ、そうですか。空襲は経験したらしい。空襲経験した人って実はすげえ少なくて、こう終戦間際に激しかったじゃないですか、最後の方。はい、それも結局現地の人だけなの、知ってるのは。はいはいはい、だから遠くにいたうちのおばあちゃんが新潟だったんで、はい、全く何も影響しなかったらしいです。あ、全く何もって言ったら分かんないですけど、当時はやっぱりその情報が入ってこなかったらしいんですよね。だからテレビとかないですからね。テレビもないし、テレビはもう勝ってる勝ってるって言ってるから、はい、おばあちゃんはもう全然勝つもんだと思ってたらしいんですよ。で、言ってみたら、あの阪神淡路大震災とか、うん、テレビとかなかったら分かんないですもんね。そう、はい、あの神戸があんな被害を受けてるって。だ、そういうのと一緒ですよね。ラジオがかかるまで日本が負けたって全然知らなかったらしいです。あ、だから信じられなくてパニック打った人が結構地方にいたらしいんですよ。はいはいはい。だからそういうことで言うとね、やっぱりね、その局所的なんですよね、結局真実がある場所っていうのは、うん、ここだけの人は知ってるちゃんとしたことみたいな状態だったりするから、はい、なかなかそのね、本当の歴史を知ってる人って本当東京の中心の人だけだからきっとね。そうですね、うん、いい感じになってきましたけどね。そうだね、なんか呼吸してるよこいつなんて、ちょっとずつ。本当だ、うん、まだ硬いんですかねこれ。もうこれが破れてプクってなるのを見たいよね、できれば。あ、確かにね、うん、はい、でもここまでじっくり焼いたら超うまいと思うよ。そうですか、うんうんうん、やっぱりチンして組んでビルドアップ最後持ちカーブアップするとき、はい、あれみんな言うもん。何ですか、地獄って。あ、食いたくないと。食いたくないってもう地獄だもんね、はい、でもこれでやったら時間的にも良くない。まあそうですね、1時間ぐらい潰すんじゃん。
そうですね、でここに餅が大量に置いてあるわけですよ、はい、それをちょっとずつポタポタ焼きながら食う。でコンテスト会場でもこれ持ってってさ、なんかみんなでポタポタ焼いて食ったら面白くない？これ持ってたら怒られるでしょうけどね。ボディービルダーのカーボアップっていうのは、要はカーボディプリートって言って1週間ぐらい前から炭水化物カットして、そう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 、で最後の2日ぐらいでカーボアップって言って炭水化物のみを取るみたいなイメージなんですか、うん、そうそうそう、それが餅なんですよね。餅みんな口取れて餅っていう、芋じゃない、はい、餅なんで。しかもあれですよね、その水分とか取りすぎると要は むくんじゃうし、うん、塩分とか取っても要は皮膚がむくんじゃうっていうことで、うん、あれですよね、純粋にカーボだけをなるべく取りたいってことですよね。みたいですね。俺もやっぱりそこまで厳密にやったことないんですけど、うん、あの塩はま取るな、水取るな、で餅食えみたいな。地獄ですよね、完全に。地獄だね。で、はい、なんて言ったらいいんかな。それで反応しなかったら地獄ですよね。そうですね、うん。はい。ポタポタ言ってますけどね、これね。なんかこんな感じだったかな。合ってんのこれ。合ってんじゃないですか。だけど端っこと硬そうですね、なんか、うん、そうだね、強めにしてみるか、はい、強めにして端っこの戦法でいくか。あ、強めにしてくるくる回すんじゃないですか。あー、ここまで来たら、はい、でも最初から、あ、そうかもしんない、はい、ちょっとポタポタじゃないんですよ、だから結構じゃあガッツリだ、はい、シャカシャカだ、シャカシャカ、ね、シャカシャカポテトだ。懐かしいっすね、シャカシャカポテト。あっちあっちあっち。危ない。おーおお、スマイルの言う通りだった。呼吸してる、呼吸してる。何の呼吸？餅の呼吸。餅の呼吸。五の方。自分それ見てないから何も分かんないです。あ、やばい、燃えちゃってる。でもすごい面白いらしいっすよ、あれ。あ、そうっすか、うん、あ、燃えてます燃えてます、てめえのやつ。やばいぞ。傷じみになるまでやんないといけないよ。いや、若干これぐらい焦げた方がね、大人はビターの方がいいですから。ビター、ビターそうですよ、これ。大人はもうビターですから。もっと多分高いんだろうな、本当は。この辺でやったらね、多分いいですよ。あ、そうか。ほらほらほら、見て。お、本当だ。あ、来た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 。これぐらいちょうどいい。すごい、イリュージョンだ。イリュージョン。え、なんすか？エルじゃん。誰のあれですか、それ。すごいっすね、これ。まあまあいいでしょ。いや、こうやってやるのか。やっぱり最初ゆっくり焼いてたのは良かったんじゃないですかね。あ、そうか、ね。やっぱり中の方は、はい、やっぱりそのじっくり焼かないといけないんで。取んないですもんね。あ、箸燃えてます。あら。箸燃えてますよ。そりゃそうっすよね、でもそりゃそうだよ、あ、いい匂いしてきた、箸の箸のいい匂い。あ、わかったわかった、あれがあるよ、あれが、なんすか、いや、大丈夫ですか、網の上から網ですよ、常識ですよ、いけますそれ、これでいいですよ、すんげえな、これ煙上ですね、ちょっと、すげえ煙出てますよ。大丈夫っすか。もうちょいちょっと箸ごめん。箸頑張ってもらって。でもいけんじゃないですか。とりあえずみだらしで先食べますか。そうですね。食ってみますか、はい、一応、ね。食ってみましょうよ。じゃああえて。食ってみますか、はい、はい、じゃあみたらしちょっとつけてみましょう、はい、で半分にしましょうか、はい、お、良さそう、うおー、あ、何がいい感じにはなった、いい感じですね、おー、伸びた伸びた、伸びましたね、これをこう入れると、はい、特製、いいですね、おもしろいみたらし味、これはうめえぞ、きっと、これはもう、あれ、店頭で販売したいよ。店頭？店頭で販売したいよ。どこの店頭っすか？なんか、神大寺とか行くとやってんだよね。なんすか、神大寺？なんか、店頭で、なんか、調布にある神社でさ、店頭で持ち合いで売ってるんだよ。あ、そうなんだ。へぇ、はい。じゃあ、食おうか。はい。いただきます。いただきます。
うまっ。甘い。うん、みたらしっすね。うん、うん、うまい。これ全然違うんだけど味が。チンしたほしい。はい、でこの焦げもいいです。香ばしいです、うん、これが焼けなきゃダメなんだな。うん、これ餅の食べないけどオーブン買うのありかも。オーブントースター、うん、うん、入れてますね。超うめ。うん、もちいいですね。うん、うん、うまい。程よい甘さで。はい、これバルカップ、これいいかもしんない。うん、もう大変やってくれなかったな。もちですか、うん、ちなみに1個何キロカロリーですかこれ。118キロカロリーですか。結構ありますね、うん、で米15食えない人もこれですよまあそうですね、うん、今半分で60キロカロリーってことは。そういうことですね、うん、もう全然食ったりしないかもしれない。全然食ったりしないでしょ、はい、これ良いでしょこれ。360キロカロリー全部で、うん、3個で。そうだね、うん、結構ありますね。でこういうのとかかけたらね、うん、これやります。きなこもやっちゃいますか。はい、やっちゃいましょう、やっちゃいましょう。きなこかける前にね、ちょっとお湯かなんかつけなきゃいけないんで。もちろんですか。そう、うん、で、もう一個これにきな粉とか塩、まず塩、塩ちょっと入れて。はい、今ね、やってますからね。ちょっときな粉入れて、ちょっとだけに、ちょっとだけきな粉入れて。もちろん入れます。もちろん入れます。こんな状態ですね。で、ちょっと混ぜます、ね、はい。できれば焦げてない足で。なるそしたら、これ一回お湯につけて、はい、湯気出るぐらいのお湯って感じですね。そうですね、熱湯っていうか。熱湯ではないって言って大丈夫です、うん、で、これ置くじゃないですか、はい、そしたら、潰すんですよ、こういうの。で、潰します。そう、潰します。潰します。なんで潰すんですか。いや、なんか潰さないと、はい、あのダメなんですよ潰すもんなんです。潰すもんなんですか。潰すもんなんです、はい、ちょっとおけけで申し訳ないけど。なんすか、おけけって。ちょっとおけけでやらせて。あ、はい、はい、ありがとうございます。あー、これをあれだな、きなこ棒だこれきっときなこ棒だワイルドな感じですけど。ワイルドきなこ棒、はい、いただきます。なんだっけこれ、駄菓子屋のやつ。きなこ棒だよね。あ、きなこ棒。きなこ棒でしょ、うん、もう匂いで分かったよ。うまっ。うん、すんげえきなこ。ここ赤かったらもう一本ですよね。そうだね、うん、カロリーめちゃめちゃ高いきなこ棒だ、うんうん、俺きなこ嫌いだったんだよな、確か。餅の。え、そうか、うん、今は今食ったらうまいね。うまいきなこ。ちっちゃい頃苦手だったね。あと大根のやつ。わかります。自分もあれダメなんだよね、はい、なんでがダメなんだよ。やっぱね、あんこが好きでした。そうだね、うん、それこそ両国じゃないですか。なんかあの自分、もっと両国寄りに住んでたんですよ、うん、小学生、1年生ぐらいまで、うん、幼稚園ぐらいまで。あの、相撲部屋のお相撲さんたちが餅ついてくれてた。あ、それめっちゃいいじゃん。はい、やってくれました。それは思い出に残りますね。うん、そうですね、うん、餅はちょっとな。でも幼稚園の頃、舞の海さんに抱っこしてもらったんですよ。え、マジで。はい、すごいじゃないですか、それは。舞の海、舞ちゃん、アナウンサーのね。あ、なんかじゃないけど、もう今タレントになっちゃいました、ね、タレントになっちゃったけど、はい、あの人がやっぱりその過去の試合とか見るとやばいもんね。技のデパートですか、うん、格闘技って感じだよね、なんか相撲というよりは、うんうん、あの時ね、総合とか出てたらやばかっただろうね、きっとね。強いかもしれない、ね、盛り上がりまくったかもしれない、もしかしたら、うん、これ見きます。そうですね、海苔ですよね。海苔
海苔を買ってきてますね。波佐見家にはね、この海苔が必ずありましたね。いつもありました、これは。あの、海苔の筒があるんですよ。あー、はい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 。でも湿気ないように。海苔なんて使わないよね、今の我々世代は。そう、使ってるの？どうなんですかね。ないでしょ。炙ります、うん、海苔、はい。炙ったことないから炙ってくれる？炙ると香りが良くなるんだっけ。はい、これはもうポタポタですよ。得意のポタポタですよ、これは。これもゆっくり炙るんだ。ゆっくりっていうか、あの、こういう感じでいいと思います。へえー、なんかお祓いしてるみたいでいいね。確かに。ちょっとでもこれすぐ焦げちゃうんで、きっとこれだけで多分違うんじゃないですか。おお、いいんじゃないか。もうやばいぞやばいぞやばいぞ。はい。おお、焦げた焦げた。これで、おお、すごい。ちょっとこれ焦げちゃいました。いや、いいんじゃいいんじゃいいんじゃないいいんじゃない。めっちゃいいんじゃないそれ。いいんじゃないいいんじゃない。ああ、こうなっちゃった。こうなっちゃったわ。いやいや、いいんじゃいいんじゃそれで。いいですか。なんかそこまで誇張したやつがいいよ俺は。サイズそうっすね。醤油でいい。はい。きな粉ちょっと混ざってくる。きな粉とみたらしいろいろ混ざってるけど、これ先につけます。そうだね、これ先につけちゃって、はい、これ潰すんだ。潰すんだよ。俺はそう教わったけどね、潰すんだよ。マジですか。うん、服部さんですか。服部さんに、おお、もう潰してねえんだよって言われて、はいはいっつって、もうセガールぞこっちはっつって。セガールって何なんですか。どういうことなんですか、セガールって。セガール似てんじゃん。似てないっすよ。俺も超似てると思ったもん、最初沈黙の、沈黙シリーズ見たとき。マジですか。たまにやってんじゃん、キングオブロードショーとかで。やってますね。で、服部先生初めてテレビで見たときにめっちゃ似てると思ったもん、はい、あ、ほんとですか。俺だけそれ。何にしようぜ。あ、いいっすね。あ、はい、あ、いいっすね。いや、これだよ、はい、これですか、これ、うん、これがね、持ちになりますね。これが一番の持ちだよ。はい、うん、できます。あんまっ。これが一番うまい、間違いない。うん、うまい、うまい、うん。ただ海苔は結構消化遅いから、うん、ボディビルダー禁止ですね。あー、カーブアップ中は意味ないですね。これなしで持ち食えてるよりきついな、やっぱ。うん、きな粉もちょっと微妙っすか。きな粉もダメだね、脂質入ってるから難しいですね、カーブアップは。なんか一番うまいじゃん。うん、なんかあの、なんだっけな、大根おろしに青のり混ぜてなんか食ってた気がするな、磯部、あの餅で。ああ、そうですか、わかんない。それが大っ嫌いだったの、これ。いや、醤油かな、一番は、俺は。うん、みたらしもちょっとこれ、こいつのあれなのかわかんないけど。いつも食ってる味だ、これ。確かに。まあ、うまいですね、でもね。うん、うん、でもこれ焼くのがやっぱいいですね。そうですね、ゆっくりやっぱ焼いて、うん、ちょっとね、色つけたり食った方が全然うまいっすわ。うん、トースターでやってみます。ちょっと買って、トースター、はい、ちょっと分かんないですけど。というわけでね、まあ、はい、でも俺これあれだな、 5,6 人で囲んでやったらなんかいい、なんか酒の絵とかでやるより俺好きかもしんない。酒飲むよりも、うん、なんかこういつ焼けるかなじゃないけど、ゆっくり持ち食いながら、いいですね、うん、だから次コンテスト出るときはなんかね、あのメンティーとか呼んで、ここでポタポタやりながら、はい、はいはい、っていうのを見たかもしれない。カーボアップね、うん、頑張ろうね、明日頑張ろうみたいな話で、うん、やろうよ、それ良さそうっすね。いいこと考えちゃったよ、うん、まあまあまあ、でも、まあ、こんなもんすかね、はい、うん、まあ、おじさんシリーズなんで、そうですね、まったりとやらせていただきます。もし残ってる方いたらね、ぜひちょっとこういう食べ方して。いや、美味しかったです、うん、はい、美味しいですね、はい、じゃあ皆さん、またね、はい。